君の脳に直接届く妄想のプライムデッサン鳴神学園7不思議、続きやっていきましょう。前回まででね、一周終わったんでまた最初に来たんですけど、久々に今回は、こちらの倉田恵美さんの話になります。あまりの怖さにどうなっても知りませんよっていうことで、何の話をしようかっていうところですね。全部選んでるのもすごいと思うんですけど、今回のまだね、できてない選択肢いっぱいあったんで、やっていこうと思います。保健室の方に行きます。そうなの、意外なのが保健室。前やったの結構前だと思うんで、一応この最初の部分はね、読んでいきながら行きたいと思います。保健室って一度くらいは行きそうでしょ。でもね、怪我をしたり病気にならないといかないものなんだよ。だから実は一度も行ったことがないって人探すといるんだよね。その代わり頻繁に行く人もいるんだけどさ、僕どうだったかな、多分何回かは行ったことあるような気もするぐらいですね。あんま覚えてないですね。保健室登校ってあるじゃない。学校に来ても教室には来ないで保健室とか別室で過ごすってやつ。不登校の一歩手前とか、逆に不登校が改善されてやっと学校に来られるようになったけど、まだ教室には入れないので慣れるまでは保健室で過ごさせるとかね。もちろん仮病で保健室に逃げる生徒もいるよ。嫌いな先生の授業とか苦手なテストとか、あとは単純にかったるいとかめんどくさいとか、まあそういう連中は次第に学校に来なくなったり、どこかで問題を起こして校長室に呼ばれることになったり、ろくでもない末路をたどるんだけどね。でもね、中には学校が大好きなのに保健室に通う生徒もいるんだよね。昔この学校の生徒だった松原さくらさんもそんな生徒の一人だったの。彼女は生まれつき体が弱く、いつも貧血で悩んでいたの。重度の貧血症で。なので、中学生の時からほとんど体育も見学だったし、暑い日や寒い日は学校に来られたとしても、一日保健室で過ごしていたのよ。それで、高校に入ってからもそれが続いていたわけ。保健室に行ったことがある人は知っていると思うけれど、うちの学校のってとても多いんだよね、大きいんだよね。小さな病院と思えるほどだから、そんなに広いことある。まあ、鳴神学園は生徒数が1000人を超えるからね。それ相応の設備が必要になるんだろうけど。ベッドは全部で10台以上あるし、診察室も3箇所もあるから。それで保健室の先生も何人もいるんだよね。それで保健室の先生って、学科を担当している先生と比べてあんまり知られてないんだよね。だって保健室に行かない限り、ほとんど関わらないでしょ。そうですね。入学してから卒業するまで一度も顔を合わせない先生もいるもの。顔どころか名前だって知らないまま卒業ってこともあるわけよね。でも桜さんは違った。保健室の常連さんだから。入学して1ヶ月も経たないうちに仲良くなってね。でも今思えば保健室の先生って普段何やってるっていうか、ね、生徒が来るまで暇な時って何やってるんですかね。ネットサーフィンとかしてんのかな。わかんないけど。廊下であっても、学校の外であっても、すぐに保健室の先生とは話が弾むのよ。彼女にとっては、担任の先生よりも保健室の先生の方が恩師に思えただろうね。特に彼女が慕っていたのは、桂木美和というまだ30歳くらいの若くて美しい女の先生。まあ若くて綺麗だからね。それに当時はまだ鳴神学園には来たばかりみたいでね。男子にも相当人気があったようでさ、何人もいる保健の先生のことは名前すら知らなくても、桂木先生のことだけはよく知っている男子生徒も少なくはなかったんだって。だから彼女に会いたくてわざわざ仮病を使う男子もいたんだよね。もっとも、桂木先生は男勝りで気が強かったそうだからさ、下手な仮病を使う生徒はどんどん蹴散らして追い返すんだってさ。まあ逆にそういうところに人気があるという説もあるんだけれど、そんな桂木先生に桜さんは憧れ以上の感情を持っていたのかもしれない。いつも貧血で歩くだけでも疲れてしまう彼女を、桂木先生は強い口調で叱咤激励してくれたから心強い存在だったんだろうね。もしかしたら彼女が辛い思いをしてまで学校に通ったのも、そういう理由があったのかもしれないよ。それは残暑も厳しい9月のことだった。もうそこまで秋は迫っているというのに、夏は帰りたくないのか、その存在感を私たちに見せつける日が続きました。いや、ほんと僕今それを感じてますね。猛暑を超えた連日の残暑に、桜さんの体は悲鳴を上げていました。それでも彼女は毎日学校を休まなかった。学校に行くために、保健室に行くためにね。その日、彼女は朝起きるのがとても辛くて、3次元目から出席したんだよね。もちろん、教室ではなく保健室に。まあそんなことは日常茶飯事だったからね。担任の先生に遅刻してきたことを報告すると、先生も慣れたもので、
すぐに保健室に連絡をしてくれてさ、それで彼女は安心して保健室に行ったの。失礼します。ドアを開け、かの泣くような声で軽く会釈すると、先生は誰もいなかったの。こういうことはよくあるからさ、基本的には保健室の先生は誰か一人は常駐することが決まりみたいだけれど、それでも急な事情で呼び出されたり、教育委員会に出向いたりすることもあるし、さっき先生が連絡を取ってくれた時は話がついていたから、きっと緊急で何かあったのかな。特に恐ろしい事件の多いこの鳴神学園では、保健室で待つことよりも、出向かなければならない事情も多いしさ。だから桜さんは慣れていたわけ。いつものように勝手にベッドを使わせてもらえばいいんだから。その時、ふと机の引き出しからはみ出ている紙に目が止まってね。どうする？坂上くんならベッドで休むよりも、そっちの紙が気になったりする？ベッドに行く、紙が気になる。ということで、これはベッドに行きます。そっか。紙選んだら、先生地下アイドル的な話が出てきたはず。やっぱりベッドに行くか。そうだよね。貧血で辛いんだもんね。当然桜さんもそうしたよ。それでドアから一番近いところにあるベッドに向かったの。ベッドは10台以上あったけれど、それぞれが白いカーテンで区切られていてね。そのため、いちいちカーテンを開けて中を確認しなければならないの。桜さんは入り口から一番近いベッドに赴き、そっとカーテンを開けて中を覗いた。すると、ベッドには一人の女子生徒が仰向けになってすやすやと眠っていたじゃない。気づかなかったけれど、先客がいたの。青白い顔をした彼女は胸元で手を組んで、じっと動かず静かに横たわっている。まるで死んでいるかのように。よほど深い眠りに落ちているのか、桜さんは起こしてはいけないと思い、そっとカーテンを閉めた。隣のベッドに行き、そっとカーテンを開ける。すると、そこにも同じように青白い顔をした女子生徒が、仰向けに手を組んで寝ているじゃない。起こしてはいけない。そう思ってまたそっとカーテンを閉めたの。そして次のベッドに行き、またカーテンを開ける。でもそこもまた同じように生徒が寝ている。もう9月だというのに、今日はとても暑い。この暑さでは熱中症になるのも無理はないだろうな。たまにはこういうこともあると納得し、桜さんは次々とベッドを覗いていったんだよね。しかしベッドを覗くたびに、桜さんは言い知れぬ不安を感じたの。だって覗くたびに、ベッドが埋まっていたんだもの。しかもその全てに青白い顔をした女子生徒が死んだように眠ってるんだよ。気味悪くない？もちろんみんな別人だよ。髪型も違うし、当然顔つきも違う。ただみんな青白い顔をしていたの。とうとう最後のベッドになってしまった。もしかしたら、このベッドも埋まっているかもしれない。そんな不安が一瞬よぎってさ。そっとカーテンを開けて隙間からベッドを覗くと、やはりベッドには青白い顔をした女子生徒が仰向けに寝ていたのよ。こんなこと今までに一度もなかった。いくつかのベッドが使用されていることは当たり前のようにあったけれど、すべてのベッドが使用されていたのは初めてだった。しかも、誰か先客がいたとしても全員が同じ姿勢で寝ているなんて。先生もいないのだから、仮病できた生徒が騒いでいてもおかしくない。なのに誰も騒がない。それどころかまるで、誰もいないかのごとくシーンと静まり返ってるんだ。めっちゃ怖いですよね。想像したら。その時、彼女は突然息苦しさを感じてね。この部屋には嫌な気が満ちている。もともと霊感は少なからずあったからさ。病弱という短所と引き換えに、神様がくれた能力かもしれないよね。病弱だし霊の存在感じちゃうってすごい嫌ですね。神様じゃなくて悪魔かもしれない。まあ確かに、霊感が強いということが長所かどうかはわからないよね。窓を開けなきゃ。とにかく窓を開けて、この悪い空気を入れ替えよう。ふらつく足取りでなんとか窓際に立ち、窓を開けた。が、なぜか窓は開かなかった。固く閉ざされ、押そうが引こうがびくともしない。確認しても鍵はかかっていない。それなのに、何か強い見えない力が窓をしっかりと押さえているようで、びくともしない。彼女はめまいを覚え、さすがに立っていられなくなり、ソファーに腰を下ろした。保健室には大きくて立派な年代物の赤いソファーが置かれていたからね。いつもとはどこか違う、奇妙な雰囲気をソファーに感じながらも、そっと腰を下ろしてみる。桂木先生がここで横になって休んでいるのを何度か見たことがあった。休もう。とりあえずここで横にさせてもらおう。彼女は短い深呼吸をした後、ゆっくりとそのソファーに身を委ねたの。そして、静かに目を閉じた。目を閉じて呼吸を落ち着ければ次第に楽になる。なあに、心配することはない。ここには自分の他に何人もの生徒が寝ているのだから。自分は一人じゃない。
それにすぐ誰か先生が戻ってくるはずだ。おいでよ。突然、誰かが呼ぶ声がしました。おいでよ。声はまた聞こえてきた。か細く小さな声。それでも気のせいでも空耳でもない。はっきりと聞こえてきた。桜さんは静かに目を開け、横になったままあたりを見回した。しかし誰の姿もなかったの。もしかしたらベッドで寝ていた誰かが目を覚まして私を呼んだのかもしれない。彼女はゆっくり起き上がった。先ほどより幾分か楽になっていたわ。呼吸を整え、ゆっくりと立ち上がり、そしてベッドに歩み寄った。ねえ坂上くん、このカーテンの向こうから声が聞こえたのかな？もしそうだとしたら、このカーテンを開ける勇気はある？もし開けたら、何か恐ろしいことが起きるかもしれない。それでも、開ける勇気はある。開ける開けない。これ前回やった時開けてね、もう大変なことになったので、今回は開けないを選択していきます。そうだよね。開けるの怖いよね。それでカーテンにかけた手を引っ込めたの。突然背後から声を浴びせかけられ、桜さんは心臓が止まるかと思った。あら、誰かと思ったら松原さんじゃないの。びっくりしたわ。誰もいなくて驚いた。振り返ると、それは葛城先生だった。桜さんもほっと安堵したの。いえ、先生方が忙しいのは慣れっこですから。私はどこかのベッドで休もうと思ったのですが。残念だけれど、今は全部のベッドが埋まってしまっているの。もしよかったらこのソファーを使う。ああ、じゃあ、葛城先生も認識あるんだね。死んだように眠っている人たちのことを。今まで身を委ねていた赤い年代物のソファー。いつもの優しい葛城先生だったけれど、どことなく違和感を覚えたの。彼女霊感があったしね。ねえ、坂上くんだったらどうする？ソファーを使わせてもらう？それとも。はい。というわけで、ここでね、選ぶのはどれでもいいんですけど、どれ選ぶかによって、エンディングが全部違うというね、形になっているんで、一旦シンプルにソファー使ってみましょうか。はい。もう松原さんはフラフラしていたからさ、まずは話を聞く前にソファーに座らせてもらうことにしたのよ。それを見届けると、葛城先生はゆっくりと口を開いたわ。実はね、今日はある女の子の命日なの。その子の名前は、八戸アランさんと言ってね、写真部に在籍していたのよ。あ、そんな彼女が、まだ私がこの鳴神学園にやってきたばかりの頃相談に来てね、こんなことを言うのよ。前出てきた子ですよね。先生、私困っているんです。私が写真を撮ると、その人が死んでしまうんです。それで、その人が幽霊になって現れるんです。そんな突拍子もないことを言ってね。私、まだ新人の私をからかおうとしてるんだと思って、笑い飛ばしたのよ。バカ言ってるんじゃないってね。でもね。本当なんです。私、冗談でそんなこと言いません。お願いです。信じてください。そりゃもう真に迫った顔で言うもんだから、私もムキになっちゃってね。こう言っちゃったのよ。それじゃあ私を撮ってみなさいよ。それで私が死んだら信じてあげるから。なんてね。彼女は困った顔をしていたけれど意を決したのか、カメラを取り出してね。先生を撮ることはできませんから。そう言うと、彼女は自分にカメラを向けて、パシャパシャとシャッターを切り始めたの。連続写真というのかしら。何枚も何枚も写真が撮られてね。そして突然、ばったりと彼女は意識を失ってしまったの。それで慌ててベッドに寝かせて隣接している鳴神病院に連絡したんだけれど、彼女、そのまま亡くなってしまったわ。私本当にバカだったわ。彼女の話を信じてあげていれば、死なずに済んだのに。私が話半分で笑ったりしたから。なんかデスノートみたいな感じですね。でもデスノートより撮んなきゃいけないから結構難易度高いか。盗撮みたいになっちゃうもんね。それでね、それからというもの命日になると、彼女は幽霊になって私の前に現れるの。ベッドで寝ているのよ。彼女の幽霊がね。その話を聞いて、私の方が吹き出しそうになってしまった。でも先生、ベッドは全部埋まっていましたよ。そうよ。彼女何枚も写真を撮ったでしょう。そのせいかわからないけれど、彼女の幽霊は一人じゃないのよ。だからすべてのベッドで寝ているんだけれど、ベッドだけじゃ足りなくてね。あそこのカーテンの影とか。先生が指したのは窓際のカーテンだった。そういえばさっきあのカーテンがザワザワと揺れていた。きっと窓は閉まっているはずだ。それなのに、カーテンが揺れていたということは、まさか八戸さんの霊の仕業。そして葛城先生はじっと私の目を見た。それから松原さんが座っているソファー、そこにも三人座っているのよ。松原さんの左側に二人、そして右側に一人。何か感じない？言われて気づいた。私の両側に誰か座っている。さっきソファーに座った時も感じた違和感。あれはこれだったのか。
私は思わず声を詰まらせた。葛城先生の肩から覗くようにして、何人もの女性の顔が見えている。それは現実的に考えてとてもありえない光景だった。息が詰まり、苦しくなって声が出ない。すると、各々のベッドのカーテンの向こう側で、むっくりと上半身を起こす人影が動くのが見えた。うわ、めっちゃ怖い。そしてその人影が一斉にカーテンをそっと開け、そこから顔を覗かせじっとこっちを見ている。めちゃめちゃ怖い、想像したら。松原さん、大丈夫よ。害はないから。ただこの命日だけは、八戸さんに付き合ってあげて。人がいると喜ぶのよ、八戸さん。そう言うと、保健室にいるすべての八戸さんが一斉に笑った。めっちゃ怖い。めちゃめちゃに怖いよ。それでそのまま松原さんは気を失ってしまったんだけれど、命に別状はなかったわ。それからというもの、あの命日の日だけは保健室に近づかないようにした。それで無事卒業して、彼女は貧血の症状と戦いながらも頑張って生きているわ。ちなみに命日の日だけれどね、それがはっきりとはわからないらしいのよ。実は他にもあの保健室で幽霊を見たって噂を聞くんだけれど、それが4月だったり、10月だったり、様々なのよね。だからもしかしたら、あのベッドに寝ている霊は、八戸さんじゃないのかもしれない。葛城先生も意外と謎の多い人じゃない。裏で何をしているのかわからないし、心には深い闇を抱えているのかもしれないわね。これで私の話は終わりよ。日野先輩、どうでしたか？そうだな、一応倉田も語り部のリストに入れておくか。やった、お願いしますよ、日野先輩。本当に命日？本当に命日？合ってんのか、そのエンディング名は。はい。というわけだったんですが、ちょっと違う話にね、飛びたいと思うんで、スキップします。はい。というわけで戻ってきました。というわけで残りのね、ベッドで寝ているのは保健室を出ていくということで、一回どうしよっかな。保健室出て行ってみましょうか。すいません。先生も忙しいでしょうから、今日は教室に残ります。ご迷惑をおかけしました。本当に大丈夫。無理をしなくてもいいのよ。ありがとうございます。どうしても気分が悪くなったら、また来ますので。一瞬終わるかと思ったわ。暗くなってから。そういった教室に戻ろうとしたんだけれど、どうしても辛くてね、途中で廊下に座り込んじゃったのよ。そうしたら、誰だ？大丈夫？どうかしたの？あ、百瀬先生、大丈夫です。ちょっと立ちくらみがしただけですから、少し休んだら良くなります。え、この人って俺見たことあったっけ？眼帯の人いたっけ？心配して声をかけてくれたのは百瀬先生だったの。結構長い間鳴神学園で教鞭を取っているのに、いつ見ても若くて美人なのよね。でもそういう桜さんに百瀬先生は、桜さんの両肩をしっかりと押さえてね。大丈夫よ、保健室に行きましょうね。あ、でも彼女の体も限界だったの。百瀬先生に支えられて歩くのがやっとだった。それでまた保健室に戻ってしまったのよ。葛城先生はいらっしゃいますか？あら、百瀬先生、その子は。今しがた廊下で倒れていたの。それで保健室に連れてきたんだけど。あら、桜さん、やっぱり無理だったのね。あとはこちらで預かりますから。百瀬先生、どうもありがとうございました。それじゃあよろしく。桜さんはそのまま葛城先生に抱きかかえられて、意識を失ったの。そして意識が戻った時、自分はどこかのベッドに寝かされていてね。それで誰かに覗き込まれているのを感じた。それがはっきりわかるの。いや、怖。目を閉じていてもね、開けづらいですね。自分を覗き込んでいるのは、自分だった。ここは保健室のベッド。そこに寝かされている自分。なのに、その自分を見下ろしているもう一人の自分がいる。彼女が去っていく気配を感じて、桜さんはゆっくりと目を開けたの。間違いない。そこはいつもの保健室。そして自分はベッドに横になって、胸元で腕を組んで静かに眠っていた。貧血のため真っ青な死人のような顔をして、ぐっすりと眠っていたのがさっきの人たちみたい。これはどういうことだろう。さっき、自分が保健室に来てベッドを覗いたとき、あそこで寝ていた青白い顔をした女性とは自分だったのだろうか。どのベッドにも青白い顔をした女性とが眠っていたけれど、よく顔を覚えていない。確か、全員別人だった気がするけれど。どうしよう。もう少しこのまま寝ていた方がいいだろうか。気分は少し良くなったようだから。その時、仕切られたカーテンの向こうで、葛城先生の声が聞こえてきたの。はい、順調です。被験体、松原さくらのクローン培養には今回も成功しました。ええ、彼女は体が弱く、保健室登校ですから、しばらくの間は彼女でクローン培養できると思いますよ。
先生は誰かと 何やら怪しげな会話をしていた。クローン培養、自分が被検体？もしかしたらいつも保健室に来ることをみんなが喜んでくれていたのは自分がモルモットだったからだろうか。じゃああの時ベッドで寝ていたたくさんの女性とは全部私のクローン。さくらさん、喉がヒリヒリと乾くのを感じた。その時誰かが近づいてきた。さくらさん、慌てて目を閉じて眠っているふりをした。カーテンが開いて声がした。松原さくらさん、起きてください。男性の声だった。いつまでも寝ているのも不自然なので、さくらさんはやっと目が覚めたようにゆっくりと目を開けた。目の前には、うわ、白い服を着た見慣れない男性が立っていた。高柳実、この間嫌な思いしたからな。私は鳴海学園附属総合病院に勤務している高柳実です。松原さん、ご気分はいかがですか？どうして病院の先生がここにいるのだろう。確かに鳴海学園附属総合病院とは関係も深いし、近隣だし、何か事故があると病院関係者がよく出入りしているという話は聞いたことがある。保健室ともつながっているとは聞いていたけれど、今まで遭遇したことは一度もなかった。ただのよくある噂程度になっていた。噂話程度になっていた。でも実際自分の前にいることを考えると嫌な予感しかしない。このまま自分は病院に連れて行かれて強制入院なんてことになったらどうしよう。鳴海病院にまつわる怖い話は何度も聞いたことがある。気分はいいです。そう答えるしかなかった。できる限りの愛想笑いを浮かべて答えた。でも鏡を見たらきっと自分の笑顔はとてもおかしな顔になっていたことだろう。すると高柳先生はにっこりと微笑んだ。そうですか、それはよかった。もう放課後なので気分が良ければいつでもご帰宅されて大丈夫ですよ。よかったね松原さん、遅くならないうちに帰りなさい。それとも誰か家族に迎えに来てもらおうか。いえ、一人で帰れます。言うと同時に桜さんはベッドから飛び起きてね、挨拶も早々に保健室を逃げるように後にしたの。それから桜さんはできる限り保健室には近づかないようにしたわ。今まではたくさんあった好き嫌いもなくして何でも食べるようにして健康であることを心がけたの。それからというもの、桜さんは少しずつ元気になってね、無事に卒業したのよ。すごいね。で、ちゃんと学校を保健室じゃなくてちゃんと教室に通うようになったのかな。でも桜さんはいつも怯えているの。いつどこで自分そっくりの人間に会わないかとビクビクしているのよ。だって桜さんのクローンがどれだけ作られていたのかわからないんだもの。怖いよね、鳴海学園総合病院。坂上くんもあの病院でお世話になるときは気をつけてね。クフフフ。これで私の話は終わりです。いかがでしたか日野先輩。鳴海学園附属総合病院か、あそこもいろいろ噂のいい場所だからな。一応倉田も候補に入れておくかな。やった、ありがとうございます。松原さくら何人いるな。なるほどね。いや、怖い話でしたね。はい、というわけで、まあ毎回ね、この日野先輩のさらっとした終わり方は気になっちゃうんですけど、次の選択肢に行きたいと思います。最後ですね。はい、というわけで最後の選択肢、ベッドで寝ているのはを選択していきます。さくらさんね、疑問に思ったことを直接聞いてみることにしたの。ベッドで寝ているのは誰なんでしょうか。そう言ったら桂木先生は少し眉を潜めてね、あなたベッドを覗いたの。質問をした以上は嘘はつけなくて、さくらさんは黙ってうなずいたわ。すると桂木先生は少し困ったような顔をして考え込んでね、そう、まあちょっとソファーにでも座って立ち話を続けるのもなんでしょう。さくらさんは言われてソファーに腰を下ろしたの。それを見届けると桂木先生はゆっくりと口を開いたわ。実はね、今日ある女の子の命日なの。その子の名前は八戸アランさんと言ってね、写真部に在籍していたの。あ、なんかさっきと同じ流れですね。そんな彼女がまだ私がこの鳴海学園にやってきたばかりの頃相談に来てね、こんなことを言うのよ。まあ同じやつなんでちょっと飛ばしていきましょうかね。まあ取ると、その人が死んでしまって幽霊になって現れますってね、取ってみなさいよって言って、先生を取ることができませんからって言って自分にパシャパシャパシャってやって亡くなってしまった。同じですね。私本当にバカだったわ。彼女の話を信じていれば死なずに済んだのに、私が話半分で笑ったりしたから。で、命日になると幽霊になって、私の前に現れるのよーと。そう、彼女の幽霊は一人じゃないのよ。あそこのカーテンの影とかって言って、窓閉まってるのにカーテンが揺れて、幽霊っていう、あ、ここはなかったっけ？
それって、ちょっと待ってね。あ、それからそのソファーなんだけれど、ここは違いますね。イギリスのとある公爵が所有していたものなの。それって素晴らしく美しい赤い色をしているでしょう。それはね、血なの。人間の血。公爵は美しいメイドを雇うと、その度に惨殺して、ソファーに血を吸わしていたんですって。そのおかげでそんなに美しい色艶になったのよ。でもね、そういうゆえんのあるソファーでしょう。音量が取り付いているの。だからそのソファーを使うとだるくなったり、余計疲れたりするのよ。うふふ。言われて改めてソファーを見ると、革張りの表面に何やら人の顔のような模様がいくつも出ている。しかも、その顔と目が合いぞっとした。立ち上がろうとしても立ち上がれない。でもね、八戸さんがこの部屋で亡くなってから、そんなことがなくなったのよ。理由はこのカメラ。そう言って桂木先生が取り出したのは、年代物の写真機だった。これは八戸さんが所有していたカメラ。人を撮ると死んでしまうカメラよ。でもこれって、他の使い方もあったのよね。霊を撮るとね、その霊が写真の中に閉じ込められるの。面白いでしょ。おかげでソファーに住み着いている悪霊が、おとなしくなってしまってね。写真に吸い取られるのは人間も幽霊も嫌みたいね。うふふ。そう言ってカメラをソファーに向けると、確かに表面に浮かんだ人の顔に見える模様が、スススッと隠れてしまった。かわいい。それから八戸さんの例なんだけれど、このカメラがあるおかげか、絶対に悪さをしてこないから。だから安心して横になってちょうだいね。そうだね。最悪、ね、カメラに取り込んじゃえばいいですからね。そんな話を聞いてしまったら、恐ろしくてソファーで寝られない。もう大丈夫です。失礼します。そして松原さんは急いで保健室を後にした。それからというもの。松原さんはあまり保健室には寄りつかなくなってしまったんだけれど、食事療法を取り入れてきちんとした食生活を心がけることで貧血が良くなったらしいわ。それで卒業する頃にはすっかり元気になって、今は社会人として元気に生活しているわ。一番ハッピーエンドだこれ。一番いいエンドじゃん。ところで、八戸さんが持っていたカメラ、どうやら彼女が亡くなった時に桂木先生が隠していたのよ。だって証拠隠滅だと思うけれど、警察にそんな話をしても誰も信用してくれないでしょうね。不思議なカメラだから見せてほしいって言ったら、なんと桂木先生、私に預けてくれたのよ。それで私いつも持ち歩いてるんだけれどさ。ねえ坂上くん、見てみたいでしょ。なんかさ、このカメラって坂上くんが持っていた方が良さそうだね。なんでだよ。え、なんで僕が？なんでだろう。なんかカメラの声が聞こえたっていうか、このカメラは坂上くんに持っていてもらいたいような気がする。だからこれ預かってね。そんな、こんな恐ろしいカメラ預かれないよ。いいからいいから。それ、桂木先生からの預かり物だから、絶対に壊さないでね。それに、どうしてもいらなければ、返せばいいだけのことだし。うん、わかったよ。僕はとても大事に使われていたであろう、年代物のカメラを受け取った。これで私の話は終わりですが、日野先輩、どうでしたか？あのカメラ、俺も欲しいんだが。ダメですよ。あのカメラは坂上くんに持っていてほしいそうですから。なんだその理由は。まあ仕方ない。語り部の話は考えておこう。絶対お願いしますよ。日野先輩折れんの早。はい。というわけでございました。というわけでこのね、もう元のルートはカエルですかネズミですかがメインルートの話っぽいんですけど、無事ね、全シナリオが、この話の全シナリオ終わったんで次に行きたいと思います。というわけでまた次回お会いしましょう。プライムでした。バイバイ。